いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？一生懸命恋しているのに、真剣に頑張っているのに、ふとしたことがきっかけで私、恋愛ベタだなと落ち込むことはありませんか？1. 好きな人に恋人がいることが判明した瞬間。好きになる人にはいつも彼女がいる。20代女性、ただの友達としか見てくれない相手を思い続けてしまう。20代女性というように、何の因果か巡り合わせが悪く、結ばれる望みが薄い相手に惹かれてしまうパターンです。片思いのまま終わる恋の多くに当てはまることだと思います。一方、大切にしてくれる人が他にいるのに、なぜかダメ男に走ってしまう。20代女性など、わざわざこの人にしなくてもという相手ばかり選択するタイプの女性もいて、男女の縁の難しさを感じます。 2. 感情のままに突っ走り後悔した瞬間。気になる相手に大量にメールを送ってしまう。10代女性、何をしていてもその人のことしか考えられなくなる。10代女性など、恋愛にのめり込むタイプの女性に多いと思われるケースです。駆け引きとかよくわかんなくて、いつも押しまくる。20代女性というように、自分の気持ちをストレートに表現するのは一つの恋愛スタイルかもしれませんが、毎回お前は重い、言われて去られてしまう。30代女性など、男性には負担になっている場合も考えられるので、注意が必要なこともあります。3. 気になる相手にそっけなくしてしまった瞬間。気になり始めるとそっけなくしてしまう。20代女性、彼が近づいてくると恥ずかしくて逃げてしまう。10代女性、大好きなのに無関心を装ってしまう。20代女性など、思いとは裏腹な行動に出てしまうパターンです。リアクションをこうすればよかったと一人反省会。20代女性、明日こそ可愛くアピールしようって意気込むんだけど。10代女性といった体験談がたくさん寄せられました。恋にもどかしい気持ちを抱いている女の子は一人ではないようです。